まあ私なんですけどね。あーサムネの問題の話ですか。てかあなた欠席してる元気。失礼な健在だわ。環境トップのエースバーン、奴を倒せるブイズは私だけだと言ってるんですよ。寝言は寝てー。寝言じゃないやい。だってエースバーンといえば、火力素早さ技範囲の三拍子、さらには全ての技がタイプ1になる強特性リベロ、DV でなんとかなる相手じゃないですよ。かといって他のブイズでも無理じゃん。素早さがエースバーンより高いサンダース。ダイジェットで抜かれてさよならバイバイ。対象有利高耐久のシャワーズ。数値が足りてないとき膝に初で死ぬ。相手のグレイシア。寝言は寝てー。というわけで、私がどうにかするしかないんですよ。早速ランクマッチにレッツゴー。大丈夫なのかな。エースバーンさん一回は返しません。こらエピのマルチ対策が同州は実証無理か。しかし飛び膝の命中率は 90%。 回避余裕ですね。わかります。外れダメでした。来世はゴーストタイプもつけて工夫。トマーブラッキーがやられたところで私の出番。ではまず今回の戦法を解説しよう。その名も脱出時戦法。相手の攻撃を確実に耐え、最高火力を叩き込む。この戦法に資格なし。ダメージ計算でも余裕の確定一発。さあエースバーンよ、貴様の罪の数を数え。オッケー、一回は返しよう。ほら、AP のマルス盗作が増収バージョン2上げるか。実証無理か。か弱い進化前にダイナックルとか。ウサギだったわ、実証。助けがなければ即死だった。しかし、HP を1にしたのダウンの月。我が最高火力の適応力ジタバタを。くらえ。うん、知ってた、足りないんだよね。カオザイナー実証。いや、まだだ。まだ終わらんよ。おい、降参しようとすんな。でも電光石火一発で倒せる圏内じゃない。しかし相手の持ち物は命の玉だった。こらえるで一回耐えて玉ダメージを入れてからの電光石火。これぞ勝利の方程式。テストに出ますよ。ってなわけでこらえていきます。こらえるは確定で大マックスターン稼げるから優秀。ダイロックとダイアイスは知りません。玉ダメージが入って赤ゲージ。これ電光石火圏内入ってる。入ってるよね。入ってて入れ。ってかどっちにしろ電光石火一択。お願い倒せてー。いや、ちょっと待った。やりました。ダイマックスエースバーンを一気で処理。つまり EV が環境トップ。結局私が一番可愛くて強いんだよね。もう負ける気がしない。この最強の私に挑みたい奴がいるなら誰でもかかってこやー。ピカチュウ。ピカピピカピピピカ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 。ピカチュウ貴様、どの面下げてこのチャンネルに来やがった。ここはブイズの聖地たるエオルチャンネル。ピで始まるやつはできんなんだよー。まあいい、これもいい機会だ。ピカチュウと EV、どちらが強くて人気なのか、ここで決めてやろうじゃないかー。というわけで世界一可愛いポケモンの登場です。相手は世界2位ですね。2位じゃダメなんですよ。1位、私が世界1位、ここでそれを証明する。はい、この角度可愛い。ははバカめ、ダイナックルなんて打ってきやがった。こちらがタスジタの使い手とも知らずに、巨大バンライでマヒバグ狙いの方が良かったなー。さあ、タスキ発動ジタバ最強。私の気分は最高潮。くらえジタバタ。完全勝利。見ましたか？これがタスジタ EV の実力。この私が世界で一番強いってことなんだよ。いやー、久々に暴れちゃったな。やっぱジタバタの火力はやめられないね。ピカチュウにも勝てたし、もう思い残すことは何もない。許して冷やし。あー。